はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は夏の観光地である美瑛町の人気店についてです。皆さん、美瑛で何を食べたいですか？美瑛にはおしゃれなイタリアンやカフェ、美瑛の B 級グルメであるカレーうどんなど選択肢もあると思います。今回は美瑛で美味しいエビ丼が有名なレストラン、洋食とカフェ純平を紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。美瑛といえば夏の丘の景色が有名かと思います。昔タバコのパッケージに採用されたセブンスターの木やアップル社の壁紙に採用されたことがある青い池が有名だと思います。ですので夏は毎日混んでいますので並ぶ覚悟をした方が良いと思います。お店の場所は美瑛駅から歩いて10分程度です。駐車場はありました。営業時間は11時から15時ですが、売り切れ次第で終了になりますので注意です。定休日は月曜日です。今は雪がかぶっていますが、入り口横にも待合の椅子があります。お店の中にも待合の椅子がありました。こちらのお店はミシュランガイド北海道2017にも掲載されています。お店の中の様子です。テーブル席や見えないですが座敷、カウンター席があります。また雑誌も置いてありましたので、料理が来るまで時間つぶしができると思いました。さすが美瑛の人気店ですので、たくさんの芸能人のサインがありました。フィギュアスケートのキム・ヨナさんなど韓国の芸能人も結構来店されているようです。メニューになります。こちらの写真以外にもカレーやローストドリなどたくさんありました。ただこちらに来たらぜひ食べてもらいたいのはエビ丼です。私はエビ丼の丈税込み1210円にささみフライ税込み297円をトッピングしています。個人的にはこのささみフライも美味しいのでぜひ食べてもらいたいですね。女性ならエビが2本にはなりますが、エビとささみのミックスフライ丼税込み1298円がおすすめだと思います。エビフライが映えませんでしたのでささみフライを外しています。実際注文しましたのはささみフライをトッピングしています。味ですが、エビもささみも衣のサクサク感と絶妙なタレが非常にあって美味しかったです。こちらはカフェメニューになります。結構お腹いっぱいでしたが、YouTube 動画に載せたいと思いましたので、本日のミニパフェ、税込み495円を注文しました。ミニとのことでしたが、ボリュームもかなりありました。上はソフトクリームにマンゴーソース、下はマンゴープリンになっていました。お腹いっぱいでしたが、美味しかったです。こちらのお店が発祥の洋風おにぎり、純ドクをテイクアウトすることができます。それ以外にお店で定食に使われているソースやドレッシングもテイクアウトできます。お土産にいかがでしょうか。私はお店が混んでいる場合は事前に電話で注文してエビ丼をテイクアウトして車を止めて美瑛の景色を見ながら食べることもあります。支払いですが、クレジットカードは使えませんが、 PayPay のみ、QR コード決済にも対応していました。これで今回の動画は以上になります。今回の動画はいかがでしたか。洋食とカフェ純平は北海道を代表する観光地美瑛にありますエビ丼が人気のお店です。美瑛で美味しいエビ丼が食べたいと思った際にぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。